半端豆腐研究者、右小語によると、イコール5、イコール7、イコール10、イコール20、t イコール示せ、イコール矛。半端豆腐は中華人民共和国西安市の半端遺跡から出土した新石器時代の文字に近い形態の記号の一種である。これを漢字の起源であるとする研究者も存在している。1952年。 西安市の半端村で27種類の記号が刻まれた陶器及び陶片が発見され、炭素年代測定から、紀元前6000年から、紀元前4000年の遺物であるとされた。同様の記号は、これらの記号は、先生小宝啓氏の北尾根、長安五郎、美や、動画足のりの家康と林東区の教材、霊口、鍵頭などの行商分解析からも出土している。発見当初は、 戦場記号は装飾用の文様であると考えられていた。1980年代に中国の考古学が大幅な進歩を遂げたことと大量に発掘された印象の考古文字の内容からの推測により当時は文字の使用には至っていなかったが事物を具体的に表記する体系を有していたことが判明当時の言語学者と考古学者は夏王朝の時代の 中原にはすでに文字があったと推測した。しかし、夏王朝から出土した陶器には、文様は認められたが、文字の発見に至っておらず、陶器の上の文様と図形が、文字の一種であるという仮説が提示されているが、文字でないとする研究者も存在しており、文字とする見解は定説には至っていない。ハットゲン、人文明中、原流行。 普段連民プレスオリジナルの2011年7月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20110718024210/.http://www.weiweikl.com/.lbwh47/.htm1980 年代。香港の中国史教科書の記述。ありがとうございます。